どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画は大人ミューズ1月号1000円ビームス超ハイクオリティ大人の上質リュックグロー1月号920円、ニコライ・バークマンフローラルギフト、なんかこんなのセットがついています。モア1月号840円、ジェラードピケの豪華付録っていうセットです。重いゼクシー1月号390円、これさ店員さん取るの忘れてる系やね。ほんとね、なんだかんだついているのですが、付録としてはこれかな、イキララ持ち手が光るお掃除モップからのジルバイジルスチュアートムック本体2200円プラス税です。こんな感じのバッグがついておる。コメント欄でゼクシーの付録ちょっと気になるねんっていう方が何名かいらっしゃったので、ちょっと買ってみました。アンドムックね。以上、5冊開封していこうと思います。では大人ミューズから行こう。ちょっと5冊なのでちゃちゃ行きますね。中身はこんな感じ、リュックがね入ってるとは思えない薄さとね軽さなんですよ。では開けていこう。はい、中身こんな感じです。おちっちゃい。ではレビューしていこうと思います。思ったよりね、なんかちっちゃそうだぞ。はい、こんな感じのリュックでございます。黒をね、このカメラ黒を写すとね、他が白飛びして何も見えなくなるんですが、まあこんな感じでございます。ここにビームスのロゴがなんか合皮みたいなんでくっついてる。ほんで全体的にはビニール素材ですね。外ポケットからいこうか。やっぱり裏地っていうんじゃなくって、外はカシャカシャしたビニールなんですけど、裏はツルツルしたビニールみたいな感じの素材で縫われています。ポケット、ほんでね、このチャックがさ、シルバーでちょっとかっこいいよね。はい、中がこんな感じ。裏地とかはついてないんですけども、内ポケが一つございます。カシャカシャするこういう感じのペローンっていう、めっちゃカシャカシャしそうなの内ポケが一つ入っています。で、裏地はねやっぱなくって、トゥルトゥルした感じ、こっちはカシャカシャした感じ。ここのこの引っ掛け、だいたいこれがさ、もうなんか100均の布かいっていうぐらいしょぼい場合があるんですが、これはまあまだマシかなっていう素材です。で、ここのリュックのショートコなんですけども、ボキボキはすんねん、ちょっとボキボキはするんだよ。だけどちゃんとクッションも入っております。で、ここも同じ素材ね。あ、こんなとこにポケットついてるよ。裏側にポケットがあった。あ、裏面だけね、ここのポケットの裏のこの裏面だけ裏地ついてますわ。ほんでこっちのポケットが全面的に、だからこうお財布とかさ、昔ね、姉ちゃんがね、あの足骨折した時に新幹線乗った時ね、姉ちゃんかける待ち合うわ、あの松葉杖やったんですよ。ほんで一人で東京行かなあかんくって、新幹線乗ったのね。通路のところに前後男の人が立って、こう当選簿みたいな感じでちょっと動けなかったんだって。ちょっと待ってくださいとか言って、なんか物落としたみたいな感じで、ほんでね、後ろの人がね、こっからこの財布抜いててん、めっちゃ怖ない？やっぱまあそういうこともあるので、ここは絶対ね、お財布入れないでね、入れるんだったらここだね。ここやったらさすがに取られんでしょ、まあ、入れる人いいしんやろうけど。でね、このなんかこここれがさ、かっこよいよね。このチャックのところとかさ、こういうところが割といいかなって思いました。ただリュックに共通することなんですけど、ここはええねん、ここはええねんけど、ここがわりかししょぼいねんな。このちゃんとね、この角度がつくようにこういうのがついてるんですよ。調節がこれっちゅうのがな、ちょっと残念。この安っちいこの素材がちょっと残念かなとは思うのですが、まあ全体的にはいいかなと思いました。チョコとかは入ってないので、重たいものちょこっとだけ入れたりとか、なんか大きいもん入れたりとかしたら若干型崩れをするかもやけど、そこまで気にならんかもしれないです。背負ってみるとこんな感じです。あのね、初めちっちゃいかなと思ったんですけど、女の人が背負うんやったらこのぐらいでちょうどいいかも。こんな感じです。だからまあ外ポケ、内ポケとここの内ポケね、まあ、その3つがついているということで使いやすいかなと思います。黒のリュックってね、割と使い勝手がいいというか、まあ何にでも合うかなっていう気はする。では次行ってみよう。次どうしよう、グロー行こうか。グローはこのようなものが入っているそうな。では開けていこう。中身こんな感じです。雑誌と同じぐらいの大きさで、でかいっちゃでかいのですが、めっちゃ軽い。では開けていきます。雑誌いっぱいの方がね、開けがいがあるし楽しい。はい、中身
にこんな感じです。ああなるほどなるほど、いろいろこちゃこちゃって細かいものが入っている、こう詰め合わせな感じだね。ではレビューしていこうと思います。ここにこんな感じの紹介ページが載ってるんですよ。ほんでそこにカレンダーがついてたの、うまいこと切り離せますよっていうラインがついてたのでバリってやったんですけど、すんげえ汚くなったまあこのようなお花お花お花のセットでございます。はい、まずはポーチから。これさちょっと見て、なかなか高級感があるのよ。ゴールドでさ片っぽこんなんがついてるの、ちょっと糸出とるけども。でここになんていうのニコライバークマン合ってる、ニコライバークマンで合ってる、あ合ってる合ってる。でお花柄のカシャカシャした生地です。ほんでねここにもニコライバークマン、裏側にタグが布でついています。でねチャックが2つなの、変わったポーチだね。手前開けてみるね。はい、こんな感じ。裏地はちゃんとしっかりついています。でこっち側もはい同じように裏地がちゃんとついています。金具のここも同じ色で合わせております。広げたら割とありそう街がこんな感じです。後ろから見たらこんな感じ、なんか変わったポーチだね。これはまあどっちでも付け替えができるっていう、こういう金具がついております。チャックも割とスムーズ、なんかほら絆創膏とかハンカチとかティッシュとかそういうのそんなかさばらへんけど、カバンの中でごちゃごちゃするものを分けて入れれるっていうのはなかなかいいのかなと思いました。内ポケットとかはついてないです。でもってステーショナリー系ですな。私ねあの進撃の巨人が好きなので未だに別間が分かってるんですけども、そうするとさこういうのがさよくついてくるわけよ。 B5 とかよりもう一個ちっちゃいサイズのクリアファイルなんですけど、買うぐらい使い道が未だに分からないんだよね。まあでもね柄は可愛い間違いない。でもって付箋、まあ付箋はさなんだかんだまあ電話のとこ置いとってもええし、パソコンとこ置いとってもええし、まあなんだかんだ使うかなとは思う。そしてカレンダーもうち絶対さあのこれからまた雑誌開封散々するじゃないですか、カレンダーだらけになると思うけど、冷蔵庫の横とかに貼るのにちょうど良いサイズ。こうお花お花していて可愛いですよ。シンプルな感じです。可愛らしいかなって思います。なんか大人の女の人向けっていうイメージかなっていう感じの付録でした。黒のさ化粧ポーチばっかりでもさなんか飽きちゃうから、まあたまには花柄もええんかなってちょっと思いました。では次はモアだね。でなんか柄がふんわりして可愛いなって思いました。840円やったらね、まあ、唯一の800円台か、まあ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 、とりあえず開けていこう。はい、中身はこんな感じです。カレンダーじゃん、ほらカレンダーカレンダー来た。とりあえずこっち開けていこうと思います。軽い軽い軽い。おう、はい、中身こんな感じです。あらなんか色合いがすごく可愛らしいわ。ではレビューしていこうと思います。なんかね折りたたまれておる、あ巾着ですな。こんな感じの巾着、なんかさ写真のイメージで見るよりでかくないですか。巾着割とでかいよね。ではちっこい方から。ソフトクリームが落ちちゃったみたいな柄です間違ってる、なんかちゃうか。これ若干キャベツに見えなくもないけどね、キャベツっぽいけども、まあまあまあアイスでしょうアイスでしょう。ほんでジェラードピケの布タグがついておりまして、ツヤツヤしたサテンの素材です。サテンのリボンで、さっきくるくるってくくられておりまして、で裏地とかはついてないです。中は白ですけど裏地はなしで、キュッてするとこんな感じ。もうなんか見舞うことなく生理用品入れっていう感じがするんですけど、ちょっと使い方ページあったら後で見てみるね。でもって色地の大きめの巾着です。これもこうなんかアイス落ちちゃったっていう柄で、なんか薄ピンクみたいな感じで可愛らしいですね。画面にあったらねちょっと光っちゃうから白に見えるかもしれないんですけど、若干うっすらピンクです。で紐は今度白ですね。サテンの白の紐でくくったらギュッてした感じ、こんな感じ。割と大きめな巾着かなって思います。布タグでロゴが入っておる、このような感じです。3つ目か4つ目ぐらいのカレンダーなんですけどもでも卓上カレンダーはええな。なんかほら柄が可愛らしいしいいよね。こんな感じになっておって、でこうなんか三角にしてね、あ可愛いよな、こう猫ちゃん柄とかさ、あめっちゃ柄可愛いやん。これなんやこれ、パソコンの横置こう。私さ雑誌の発売日とかさよう忘れるわけですよ。これ使って書く、もうパソコンとかさめっちゃ触るくせにさ性格が雑多なもんですぐ忘れるんですよ。なんやろ、昨日食べたご飯も忘れてるお泊まり行く時にほら靴下とか下着入れたりすんのとか、あとなんか洗面用具とかそういうの入れたりとかすんのに使ったらどうかなって書いております。こういうので可愛くまとめてあったらなんか可愛らしいよね。はい、では次、きた
たで、きたで、この重さ。こういうさ、式場かさ、あの、広告費を払っているから、本体は安いんよね。これ店員さん間違いなくゴム取り忘れたよね、これ。付録がエグいやん、ゼクシーって。やからこれくれたんかな。はい、でもってこちらが付録でございます。でもこっちはまあ、ブライダルフェアとかそういうのなんで、付録としてはまあ、こっちかな。この薄い中にさ、さっきのふわふわのあれが入ってんのかな。キキララの持ち手のお掃除モップが入っているみたいです。では早速開けていこう。割と楽しみ。開けてみよう。はあ、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 モップこんな感じで入っております。とりあえずこの絵から組み立てていくか。おもちゃ買った感じなんか電池入ってんじゃん。マジで中身をねちゃんとね読んでなかったからね、どういうのがついてるかとか。光るんちゃう、まさか光るんちゃう。この絵がついてるってことは普通のやつのモップも使えるのかな。こう日本のやつのこういうふわふわモップあるでしょ。クイックルワイパーじゃなくってなんかやったら使えるんちゃうかな。とりあえずモフモフつけてみてから光るかどうか見よっか。光るとかモップ光るとか、あれちょっと待って、なんかモップこんな感じで入ってるんですよ。でこれが付録のポーチですみたいな感じで入ってるんですけど、これだぜ。これで強引に入れ込むんだろうか。こういう感じやね、どっちかっていうと。はい、でここの電池をピッと取って、光るのか光るのか、ファイヤー光ったちょっともう一回もう一回もう一回、ファイヤー光る、なんやろう、かわいいあ、ほんでレビューだレビューだ。ここにね、なんかキラ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 ってなんかビーズ的なものが入っております。でね、こう見たらさ、なんかほらおもちゃかいふざけとんかいって思うでしょ。やねんけど裏見たらめっちゃボルトで止まってんねん。なんか頑張って作った感もある。光って、これ光らして掃除すんのこれ夢見とるな、結婚に夢見とるなこれ、ゼクシー夢見とるなこれ。まあ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 、でも可愛いんじゃね、可愛いんじゃね。お家にあるさ、このモップにくっつくかどうかやね。要はね、ちょっと見てくる。2つこうシュって入るやつがあったらよかったんですけど、うちもクイックルワイパーハンディしかないのでちょっとぶち込んでいます。あ、入る入る。あ、クイックルワイパーハンディでも入るで。入るけど、あれあれ途中で止まる。クイックルワイパーハンディやったらちょっときついかな。ぎゅうぎゅうやったら入りました。紫も可愛いなこれ。まあ使える。これ穴1個なんですよ。2個のやつやったらもうちょっと余裕もできるんちゃうかなと思うけど、別に遜色なく使えるよ。だからお家にあるやつで刺したらいけるんじゃないかな。でもこれはね、意外と気に入った。なんかおもちゃも出された子供みたいな感じになりましたけど、意外と気に入ったはい、では次、最後にまた自決予告もあるのでよろしければご覧ください。ジルバイジルスチュアートのムック本でございます。これはね、自決予告とかそんなんはないけどね、ムック本なんで。こういう感じの茶色のバッグって意外とないかなと思うので、まあでもポシェットだったら可愛いかな。では開けていこうと思います。2200円もすんのか、高いな。親の仇のようにさ、キチキチに設計せんでもいいと思うねんけど。はい、では開けていこう。はい、中身はこんな感じだ。あー、なるほどなるほど、畳まれてるね。なんかちょっと辛い気もしてきたよこれ。ではレビューしていこうと思います。なんかさ、なんか辛い、なんかちょっとだけ辛い。はい、整えたらこんな感じ。整えたらっつっても若干ボコボコはしてるけどもね、下が半分がふかふかで半分が合皮でできております。ジルバイジルスチュアートのロゴはプレートでちゃんと高級感がある感じで入っています。ちっちゃいけどね。ほんで上にリボンがついてるんですけど、リボンの先っちょにもこういう金具がついてて若干の高級感を醸し出しておる。これぞドライヤーがいるかもよ。ちょっとしばらくこれで乾かすわ。はい、このような感じになりました。まだ綺麗になったんじゃないかなと思うねんけど、決定的にダメなことがさ、そこを至らないわけよ。補強しといてくれたらよかったんやけど、それがないからこういうファーってグニャグニャするでしょ。だからここがすごいグニャル。はい、でちょっとレビュー続きいくね。ここの金具が金の金具がついていて、プレートは艶消しな感じですけど、まあ高級感はあるかな。で中開けていきます。色合いが違う茶色の裏地が、しっかりした裏地がついています。
なんかさ、ムックってさ、こう裏地とかはねちゃんとしてる。やっぱりこうこの辺のさ、こういう作りとかもさ、やっぱり付録とは違うわっていう気はするんですけど、なんかこの辺のさ、ちょっとこう縫製であったりとかが適当なところが若干見受けられるんですよ。パイピング、これはちょっとな、もうちょっと考えてほしいかなっていう部分ではあるね。ほらこの辺がさ、ちょっとチャッチーわけさ、あのぶっちゃけ作る工場によるムックやったら、あのダズリンのムックがあったんですけど、それはすごくちゃんとしてたイメージ、緑茶しかなかったんやけども、ペットボトル、まあ横でやったら入るっちゃ入るんですけど、まあ入り口がね、開け口がちょっとちっちゃい、あ、まあでも余裕やな、余裕やな、入れたらこんな感じ、全然中は余裕がござる。だから長財布とかも全然入るけど、ただ幅が割とキチキチやから出しにくい気はする。でサイドにはこういう紐がつけれる、ホックがついています。ホックじゃあは血もつけれる、こういうねループがついているので、同じ生地のこの紐がついているので、ではつけてみようかな。あ、紐ね調整ないで、なんと斜め掛けやったらね若干短い気がする。腰骨より全然上なんですよ。だからどっちかっていうと斜め掛けじゃなくて肩掛けな感じ。今ってアウター着るでしょ、だからごっつくなるやん、こうモコってなりますやん。それで斜めは絶対無理、おへそより上ぐらいに来るから。私まあ160、まあまあどノーマルサイズぐらいなんで、身長的にやったらおへその上に我慢が来るって言ったらかなり短いですね。紐は肩掛けのバッグっていう感じです。でもリボンついてるけど、割とだから大人な感じで持っても、まあ、可愛いかなとは思う。やけど古くやったらさ、若干しわっててもしょうがないけど、ムックってさ、買ったカバンと比べへん、なんか。まあでもね、私こういう色のバッグって持ってなかったんで、まあそれでツートンでデザイン的には割と好きなので、まあでも使おうかなとは思います。はい、自月予告いってみよう。大人ミューズのもう2月号やって、早いな、気早いな、11月やのに。大人ミューズ2月号が12月27日木曜日発売です。ちょっと早いですね。で、付録がディーン&デルーカ、あのこのようあるロゴやね、このようあるバッグ、このようあるロゴの、なるほど、大人トートの第4弾、毎年完売の人気トートがチャコールグレーになって登場。なんかチャコールグレーらしいよ。ほんでさ、このまた私のお買い物バッグが増えるわけやな、これ。大容量系のトートバッグですね、がついてくるとのことです。はい、グローの2月号も12月27日発売です。アクアキュータイムチェック柄バッグ&クリアケース2個セットっていうのがついてくるみたいです。このバッグとこのクリアケースですねがついてくるみたい。あ、なんかでっかいわこれ、見て、めっちゃでかい、なんかでかいバッグ祭りみたいになるね、月末。上にチャックとかもついてるバッグかな、まあ、こんな感じの付録がついてくるみたいです。はいはい、モアの2月号も12月27日発売。17°C ってなんだ、ブロンドドール、綺麗見えダークタイツ50デニールっていうのがついてくるみたいです。私ね、タイツはね80デニール派なんですよね。足が太いもんで、50やったらこうふくらはぎがなんかすごいこう透けそうな気がするよ。なるほど、モアは付録なしもあるんだね。なんかまあ付録ありと付録なしのやつがあるやつ最近多いよね。まあこんな感じです。あ、そうや、ゼクシーも一応見とく。ゼクシー自月予告12月22日発売です。2月号ね。ほんでまた出た印鑑ケース、ベロアポーチ&ハートの夏色マット付き。なんせこうハンコをつかせよう、ハンコをつかせようってする。まあそういうわけではないそういうわけではない。なるほど、こういうのがついてくるみたいです。まあ可愛らしいよね、ディズニーだね。はい、今日の付録はいかがでした？なんかね、私的にはこのジールがね若干残念な気はするけども、まあでもまあ使うっちゃ使うかな。この色持ってないっていうただ単に単純な理由やけどもね、この、まあ、デザイン的には可愛らしいかなとは思います。意外と私一番気に入ったのこれなんですけどねこれおもろないっすか、これ。これなんかクイックルワイパーも入ったしさ、もうね、ジェラートピケはねもうほんま旅行用って感じ。今日の大物といえばリュックですが、これもまあでも使えるかな普通に。あとポーチね、まあ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 、でもこれはまあこれはこれで黒に飽きた時用やからまあええかな。うわ、私ほんとねカバンコロ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 変える人やし、ポーチもコロ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 変えるんですよ。だから割とでもうんいいかなとは思いました。なんか
ドハマりっていう感じではないけど、でも全体的に使える気はしました。質問コーナーの動画やっと出せたんですけど、でも前編やねんな。もうなんか前編後編にしないで、本当は一本で出したかったんですけど、なんせさ編集してて思うのが、私の喋りが長い、長すぎる。でもね、端折っちゃうとなんか伝わらなかったりとかする部分があるので、どうしても長いこと喋っちゃって尺が長く長くなっちゃうんですよね。質問コーナーなんですけど、一回撮り直してるんですよ、あれも。なんかね、一回撮ってまあ3時間ぐらい喋ったわけですよ。編集してたんですけどね、なんか言いたいことがね、うまいこと言えてない。なんかカメラの前に立つとうまいこと喋られへん時ってあるんですよ。言いたりひんかったというか、まあこんだけ喋ったって言いたりひんもなんもないやろっちゅう話ですけど、伝えきれてないなっていうところがあって、その3時間喋ったのもなしにして撮り直しました。後半に関しても間違いなく30分は超えてくると思うんだな。だからもうなんかちょっとラジオ感覚とか、まあ、この雑誌開封もそうだよね。私割と長いからさ、尺洗い物してる時って暇やん。なんかそういう時になんか携帯立てかけるやつとかでなんか立てかけて見てもらったりとか、なんか暇な時のね、時間つぶしとして見ていただけたらありがたいなって思います。皆さんのお時間をいただいて、時間埋めるのに使っていただけたらなみたいな感じで動画を作っております。ちょっとお礼だけ言いたいんですけど、またなんかすごい優しかったんよね、今回のコメントも。いつもね、皆さんコメントほんと優しいので、ありがたい、通り越して、一周通り越して、申し訳ない、一周通り越して感謝みたいな感じの気持ちでやっております。温かいコメントを皆さん書いていただいて本当にありがとうございます。なんやろう、今日の服いけてないでとかでもいいですし茶髪似合えへんぞとかでもいいですし、まあ皆さんからいただくコメントは本当に私のこう財産的な気持ちでやっておりますので、よろしければまたコメントもいただけたらなと思います。またね、今後もいろいろな動画を撮っていこうと思うんですけども、次がカバンの中身紹介をちょっとなかなかやっていないので、そっちを次にするか続編が次になるか、ちょっと編集がどっちが早いかってわからないんですけど、そのどちらかの動画が次になると思います。まあ皆さんのね、ちょっとした時間つぶしにしていただけるような動画作りを今後も頑張っていこうと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。あと、もしよろしければチャンネル登録と高評価もいただけましたら、動画を作る大変こうモチベーションというか本当糧になりますので、よろしければお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。